こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はドラゴンクエスト5において、嘘か本当かわからない様々な噂について検証していきたいと思っている。検証企画きたー。今日もゲームの裏側をまるっと覗いちゃうぞ。てなわけで霊夢にはいつものように検証プレイをお願いしようと思っているから、張り切ってよろしくなんだぜ。私の前ではいかなる隠し事も不可能、アルクラーの鏡とは私のことよ。というわけで早速スタートなんだぜ。まず最初はパパスの完成に関するものだ。パパスの完成？霊夢は最初に主人公が生まれたシーンで、パパスが主人公の名前を提案してくるのを覚えているか？ああ、どんな名前だったかは忘れちゃったけど、なんかネチョネチョした感じの名前にされそうになった記憶があるわ。しかしその名前ではなく、ちゃんとプレイヤーが事前に入力した名前をマーサが提案して、それを受け入れてくれるという流れなんだが、噂では、その名前次第でパパスのリアクションが変わるらしいんだ。そんな細かい演出が当時のゲームにあったとは思えないんだけど。そんなわけで霊夢にはいろんな名前でプレイしてもらい、パパスのリアクションを検証することにしよう。オッケー。じゃあもう最初はこれしかないでしょ。お、自分の名前をつけるのか。その通り。こんな素晴らしい名前だったら、パパスも褒めざるを得ないでしょう。さあ、どんなリアクションになるか。あなた。よくやったな。早速だがこの子に名前をつけないと。うろうろ。うろうろ。うろうろ。トンヌラでいかがなものか。まあ素敵な名前。ぬちょぬちょしてて学校でいじめられそうね。代わりに霊夢というセンス抜群な名前はどうかしら。パッとしないなだな。おい、パパスふざけんなよ。誰がパッとしないなじゃ。こっちはこれで何十年もやっとんじゃ。でもお前が言うならそれでいっか。仕方ないみたいに言うんじゃねえ。マントファサ。とまあこれが普通のリアクションだな。なんかいきなり自分の名前をディスられて昇進気味だわ。まあ霊夢もトンヌラをディスってたからお互い様っていうことだな。ぐぬぬぬぬぬ。それじゃあ次は別の名前をつけてみてくれ。変に試行錯誤してディスられるくらいなら、いっそのことこれでいいでしょ。息子って、まんますぎだろ。さあパパスはどんな反応をするのかしら。息子か、どうもパッとしないなだな。まあ今回はパパスが正しいわ。それに女の子の名前のようにも聞こえるぞ。いや何言ってんの。息子って名前の娘なんて聞いたことないんだけど。というわけで先ほどとは変わったな。パパスのセンス大丈夫。マントファサ。次は思い切ってこんな名前はどうかしら。ゴミテ、ひどいな。これならさすがのパパスも激怒して撤回させてくるんじゃない。さあパパスの反応やいかに。ゴミというのはどうかしら。ひでえ母ちゃんだな。パパスいいぞ、怒れ。なんでゴミで女の子なのよ。しかしお前が言うならゴミにしよう。マントファサ。マントやめろ。ゴミ、今日からお前はゴミだ。すいません、児童相談所の電話番号を教えてください。じゃあ最後はパパスの願いを叶えよう。あそこまでトンヌラを押しされたら、さすがに1回くらい叶えてあげなきゃかわいそうだわ。ちょっとうろうろして考えますね。いやもうトンヌラで大丈夫だから。サトチー、誰？ここに来てまさかのトンヌラを捨ててきたな。あんなにゴリ押ししてきてたのに。でもマーサがトンヌラを提案してくれるから、これでパパスも大満足なんじゃない？トンヌラか、パッとしないなだな。おい、いい加減にしろよ。てなわけでパパスのお茶目な一面が見れたな。ただのヤバい一面だったわよ。続いては街の大きさに関するものだ。街の大きさ。霊夢は子供の頃は大きいと思っていたものが、大人になってみると意外と小さかったと感じるようなことはないか。大人が会議で話し合ってる内容とか、いやそういう抽象的なことではなく、あ、最近うまい棒を食べたらこんなにちっちゃかったっけって思ったかな。うまい棒は実際に昔と比べると小さくなってるからなんとも言えないな。え、そうなの？私が大きくなったからそう感じてるだけだと思ってた。まあうまい棒はちょっと特殊な例だが、大人になっていろんなものが小さく感じることは珍しくない。それとドラクエがどう関係あるの？実はドラクエにおいても、幼少期の時に比べると、青年期の方が街の大きさが小さくなっているという噂なんだ。いやー、さすがにわざわざそのためにマップの大きさを微調整したりはしないと思うけど。というわけで今回も実際に検証してみよう。以前霊夢にはすでに幼少期と青年期で、サンタローズの街を一通り歩いてもらっている。あの時の散歩はこの検証のためだったのね。でも正直大きさが変わってる感じは全然しなかったけど。じゃあ今回はその時の映像を実際に比較してみよう。この扉の前から街の端っこまで歩いて、往復した時の映像を並べてみようなんだぜ。
パッと見変わらないような。あれ？あれれ？青年期の方が早く折り返した。これって全く同じ再生速度よね。当然その通りだ。青年期の方が一足早くゴール。とまあこんな感じで大人になってからの方が微妙にマップが小さく作られている。でもこれって一応違うマップだから、青年期の方を作るときに、大きさをちょっと間違えちゃっただけとかそういうのじゃないの？私も最初はそう思ったんだが、実はそうではなかった。なんと堀井雄二さんがインタビューで次のように語っているんだ。ドラクエ5もね、成長してから行く最初の村は、幼い頃見たときよりも少し小さめに作ってあるんだよね。サンタローズの村ですか？そう。なんでかというと、小さい頃見ていた村へ大きくなってから行くと、小さく見えるんじゃないかと思って、子供の時って小学校の運動場ってすっごく大きいんだけど、大人になってから行くと、あれこんなもんだっけって思うよね。このように実はほとんど気づかないようなところで、すごく細かな演出がされているとわかる。ドラクエってこんなに細かいところに気を配られて作られてたの。なんか感動してちょっと涙出てきたんだけど。続いてはアイテムのドロップ率に関するものだ。従来アイテムのドロップ率はモンスターごとに、16分の1だったり、32分の1だったりと確率が決められている。そうね。しかしある条件の時に限り、そのドロップ率がゼロになってしまうという噂なんだ。欲しいアイテムをドロップするために何十回も戦う人もいるだろうから、そういう罠があるなら知っておきたいわね。それで、その条件っていうのは、それが、複数種類の敵を倒してしまった場合だ。複数種類の敵？例えばドラキーとスライムを倒すみたいなこと？その通り。ドラクエ5っていろんな敵がミックスで出てくることの方が多いから。それだったら実質、大半の場合がドロップ率ゼロになってるっていうことじゃない？そういうことになってしまうな。さすがにそれはどうかと思うけど。というわけで実際に真実を検証してみようなんだぜ。これはちゃんと解明する必要がありそうね。まず対象となる敵だが、もともとのドロップ率が高い相手が望ましい。そもそもドロップしなかったら検証できないしね。そしてその種類のモンスターだけでも出てくるし、他の種類とミックスでも出てくることが必要な条件となるから、総合するとキメラあたりがちょうどいいだろう。キメラってドロップ率が高いの？ああ、キメラの翼を8分の1でドロップするし、キメラだけでも出てきて、他のモンスターと一緒にも出てくる。いい感じね。しかも弱いから戦闘も時間がかからなそうでいいわね。このキメラ相手に、まずは単体で出てきた場合のみ戦って100匹倒して、キメラの翼を何個ドロップしたか確認する。いっぱいゲットするぞ。そしてその後に、今度は他のモンスターとミックスで出てきた場合のみ戦って100匹倒し、同じくキメラの翼のドロップ数を確認する。そこで同じ数くらいドロップすれば、この噂はガセということになるし、逆に全くドロップしなければ、本当だったということになるわけね。そういうことだ。というわけでちょっと時間はかかるかもしれないが、霊夢よろしく頼んだぜ。任せておきなさい。地球上のキメラを根絶やしにしてやるわ。おやあ、どやあ、てい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 、そやそやそやあ、飽きてきた。意外とキメラ単体で出てくることが少ないな。とりあえずキメラが出てきたら片っ端から倒していって、後で単体だったかミックスだったか見直して集計するでもいいけど、どうする？動画的にはわかりやすくしたいから、単体で出た時だけ倒すように頑張ってみるわ。これは思ったより時間がかかりそうだが、頑張ってくれなんだぜ。ああ、疲れたな。これは甘いものがないと頑張れないな。アイスでも買ってこようか。やったー、チョコモナカジャンボがいいな。じゃあちょっと待っててくれ。うろよい。チョコモナカジャンボがあれば30時間は頑張れるでー。やっと100匹倒し終わったー。ドロップ数はどんなもんだ？キメラの翼を6個手に入れてるわね。ドロップ率が8分の1で、100匹倒して6個か。なんか結構少ない気もするけど、まあそれでも予想の範疇だろう。それじゃあ次は他のモンスターとミックスの場合だ。折り返し地点、頑張るぞ。しょっぱいお菓子があればもっと頑張れるぞ。ポテチとかでいいかな？あ、いいんですか？全然そういうつもりじゃなかったんですけど。すいませんねー。何味がいいんだ？今の気分は海苔塩かな？いや、やっぱりコンソメパンチで。オッケーだ、コンソメパンチだな。やっぱ海苔塩。はいはい、両方買ってくるよ。こんなところに神がいた。ゴッドマリサ。その呼び方やめてくれる？やっと終わった。お疲れ様なんだぜ。それで結果はどうだった？なんとご覧の通り、ドロップゼロでした。
ということは、やはり複数種類の敵を同時に倒した場合は、アイテムを全くドロップしなくなるということだな。これは衝撃の事実ね。これ知らないまま、ずっとドロップ狙いで戦い続けてたら、かなり悲惨なことになるわよ。全くもって恐ろしい仕様だぜ。そんなわけで今回は時間の関係で、3つまでしか検証できなかったが、ドラクエ5ではまだまだ解き明かしたいことがあるから、引き続きいろいろ検証をしていこうなんだぜ。頑張るぞ。このチャンネルでは引き続きドラゴンクエストやその他スーパーファミコン時代の名作について、解説ややり込みなんかをしていく予定だぜ。みんなの今日の気分はノリ塩、コンソメパンチ。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。そんな私はなんだかんだうっしおを食べてます。